まあ、あのこういう厳冬期、冬のディープクランクですね。で、まあ、あのクランクベイトで気をつけることは、もう必ずウィードにタッチしやすい、こうスタックしたりタッチするってことが重要ですね。だいたいあの、まあ、こういう時はストレートリトリーブ普通に巻いてて食うことはあんまりないんで、まあ、むしろそれで釣れちゃう時はすごくいいエリアだったり、いいタイミングだったり、もうルアーが合ってるっていうことなんで、そうじゃなくてやっぱりその魚に食うきっかけを与えてあげるには、ウィードにスタックさせてほぐす、スタックさせてほぐす、とにかく緩急ですね。タッチさせたら浮かせる、タッチさせたら浮かせる。で、まあ私の場合はだいたいこのディープクランク、デュエルのハードコアディープクランク、これがだいたい 3.5 メーターぐらいまでカバーします。なのでウィードのトップが3メーターよりちょっと深いなっていう時はこれを使います。でもうちょっと浅いレンジの場合は、ミッドの場合はだいたい 2.5 メーターぐらい、 2.5 メートルから 2.78 メーターぐらいのレンジ持ってますんで、まあ、ウィードのトップが 2.5 メーターぐらいの時はミッドを使います。でこの2つのクランクベイトは、あのウィードのタッチ感がやっぱすごくいいので、そういうタッチさせてほぐす、タッチさせてほぐすっていう、ストレートリトリーブじゃない時のクランキングにはもうぴったりですね。でこのニューフリクションリップ、これがですね、まあ、かわすのももちろんなんですけど、すごく感度がいいんですよ。なんであのフラットの笹場も、まあ、仙人もの中にコリコリのカナダモがあったらもう一発でわかるんで、そういう点でもこのルアーは優れてます。